はい、どうもこんばんほーれ、いつもふぐさしバンホーチャンネルでご覧いただきましてありがとうございます。ふぐさしです。クリショーです。このチャンネルでは、私の地元のバンホーレ甲府を応援することをメインテーマとしつつ、クリスさんのような今までサッカーにあんまり馴染みのなかった方にもサッカーを楽しんでいただけるような動画を作りを目指しているチャンネルですので、よろしくお願いします。J2 第21節、バンホーレ甲府対、ファジアーノ岡山の試合の、マッチプレビューという形で、動画をお送りしたいと思います。まあその前に時事ネタというかですが、東京オリンピックの代表メンバーが、まあ、先日発表されてました。バンホーレからはなんと誰も出てません。まあ4年後はね、バンホーレが出てるのが、そうですね、まあ、特に若手の、ね、有望株なんてここ多いチームだと思うんで、確かに期待です。はい、はい、ということで、プレビューの方入っていきたいと思います。次節が、次ファイナルの岡山戦が7月3日、土曜日19時からのキックオフになります。夜の試合ですね。7月の初戦なんですけども、今季のリーグ戦の繰り返し最後の試合になりますので、前半来る最後の試合で、バンホーレが前節群馬相手で6対2と大勝で9勝7分け4敗、町田と勝ち点得失点差が並んで5位で、対する岡山なんですけども、前節は、首位京都2対0で敗れると。7勝4分け9敗。勝ち点25。で、11位です。で、得点に関しては甲府の方が多いんですけれども、失点は甲府の19に対して、岡山は18。なので、甲府よりは順位は下ではあるんですけど、失点は少ない。単純に得点が取れてないから勝ち切れない試合が多い。っていうので、まあ、堅守のイメージが強いチーム。で、岡山の陽一選手というと、フォワードの上条選手が、今季5ゴール。ですね、積極的にゴールを狙ってくるタイプの選手なので、しっかり抑えることができるのが重要かなと思います。ふぐさしが考える岡山元気さんのポイント3つおいきたいと思います。1つ目、まず、まあ、さっきも言った通り堅守、言ってもそんなに有名な選手っていうのは、まあ、いないとは思うんです。なんですけども、まあ、秩序正しいというか、守備陣の組織というのは非常に良いチームでもあるので、まあ、その秩序正しい岡山守備陣を崩すこと、ここが群馬戦でですね、前から前からの守備で相手を撹乱させること、あともう一つが泉さんを中心にこの力で的な部分でこの力で、優位な立場を取ることが、できれば岡山守備陣を崩すことにつながるかと思います。で、2つ目が先制ゴールを取ること。まあ数字だけ見るとやはり岡山の方が守備硬いってことになっちゃうので、これだと特にアウェイなので、先に岡山にゴールを許すとなると追いつく、そして逆転っていう形ではなかなか難しい。もう本当先制ゴールを許すとなんて致命傷としか言いようがない試合にはなると思うので、で特にここが今直近4試合6月の4試合で4試合で7失点ということで、守備の立て直しが急務と。で、守備を固めて、かつ確実にチャンスをものにする決定力がポイントになる。で、選手といったら注目は3つ目になりますが、注目選手、これはやはり守備の要といったら、まあ、ちょっとメンデスが負傷から復帰するかいまいちわからないんですけども、まあ、アダイキャプテンがしっかり守備陣を統率できるかという分と、しっかり決めれる分決めていけるかというフォワードの中心としては、やはり、まあ、泉さんとは言いたいが、6点取った前節で1点も取ってないので今回取っといたと言うばかり。本当、ビリアンリザーゴールに期待します。この2人ですね、多分注目はと組んでます、ここは。で、ソフィーさんはもうリアちゃんはもう待ち望んでたからさ。もうまずそもそもが暑い夏とともにね、リラ旋風を起こしてほしい。でしょ、クリさん、スコア予想何対なんですか。いや、まあ、2-0 2-0で、甲府の勝ち。2点。まあ、2点、まあそうだね。ああ1点、まあ泉さんが1点取ってるリラがバンみたいな感じ。じゃあ、毎回じゃこのプレイ動画、クリさんの予想とかしますね。リラ、泉さん1点ゴール。次回も期待してみましょう。ちなみに、岡山と甲府の通算成績なんですけれども、5勝4分け4敗。ほぼ互角です。ただ、伊藤監督になってからはというとですね、2019年、1対1のドローと1対2の敗戦。で、昨年、0対0のドローと0対2の敗戦。2分け2敗なんですよ、伊藤監督対戦だったから。なんで、相性が悪いというのは悪いとか言ってる場合ではないので、勝ちます。で、しっかり勝って、後半クールに勢いつけるようなゲームになることを期待したいと思います。はい、まあ、マッチプレビューという形で動画でした。いかがだったでしょうか。いつも、ご覧いただいている方、あと、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ありがとうございます。引き続き、バンホーレ甲府ともども、このチャンネル応援していただければと思います。ということで、次の動画でまたお会いしましょう。またねー。